オリオンザ・サンクスとは、公営北海道競馬、オン競馬場に所属していた、日本の競争馬である。1999年のナーグランプリサラブレッド系、最優秀4歳馬。父上海は、ヘクタープロテクター、ボスラシャムの兄弟にあたり、現役時代は、プールデッセデプーランを優勝している。引退後は日本に輸入され、シュ馬となった。 地方競馬の2歳リーディングサイアーに輝き、サンクは総じて総熟で短距離志向が強いが、オリオン・ザ・サンクスは例外的な存在であった。母・ミラノコレクションは未勝利であるが、祖母・フドーゴールドは南関東の重賞・白鷺賞の優勝馬、その判定カウンテス・アップは東京大賞店などの勝ち倉がある。フドーゴールドとカウンテス・アップの兄弟は、 カーレット 3X3 の強いインブリード、オリオンザサンクスもリバーマン 3X3 の強いインブリードを持つのが特徴である。決闘からは、この馬については母フに、中長距離決闘のリブリアがおり、さらに、リバーマン 3X3 の強いインブリードがあった。バレーは2000年まで、急表記。3歳児は、公営北海道競馬の田辺和の利休者に所属。同年4月15日に、 門別競馬場でデビューし初勝利。その後朝旭川競馬場で、オープン戦と重賞の栄冠賞において2度のレコードタイムを叩き出し、この頃から地方競馬期待の3歳馬と言われるようになる。北海道競馬で6戦4勝の成績で、同年の暮れに南関東公営大井競馬場の赤間清松、旧社へ移籍し、大井のベテラン早田修治騎手との名コンビが誕生する。 遺跡後初の出走となった川崎競馬場の全日本三歳優秀は10着に終わる。1999年、明け4歳になると持ち味である強烈なスピードを武器に、この年初戦の若獅子特別では、ほとんど大暴走状態にしか見えないほどの驚異的な大逃げを打った挙句、さらに2着馬に1.5秒差をつける、大楽勝、る、大雪の中で行われた、 景品坂も早め先頭から押し切り、1999年の南関東三冠路線の大本命となる。南関東三冠においても、第一戦羽田坂も危なげなく逃げ切り。続く、第二戦の東京王冠賞こそ同世代のライバルであったオペラハットと対抗レジェンドにつかまり三着に敗れるも、三冠、最終戦の東京ダービーでは再び、 逃げ切り南関東の二冠馬となった。そしてこの年から新たに中央地方全国交流 GI 競争として新設された第1回ジャパンダートダービーでは南関東の総対昇格として中央勢を迎え撃つ。ここでも単勝一番人気に応え見事に逃げ切ってこの競争の初代王者となった。これで同年の4歳ダート最強馬の地位を確保したように見えたが その後は武器であるスピードを書き、不本意なレースが続いた。秋は、スーパーチャンピオンシップで復帰するも11着大敗。小馬になった2000年は、様々な距離のレースに出走し、また、中央競馬のダート GI にも参戦するなど、新境地を模索することになる。地元大井のフロンティアスプリント坂月では、久々の短距離戦でもあったが、逃げずに差し切り勝ちを収める。 同年11月25日に、東京競馬場で日本初のダート国際競争として、新設された第1回ジャパンカップダートに、地方競馬代表として選出され、スタートから猛スピードで逃げを打ち大勢の監修を、あっと言わせたが結局失速してしまう。暮れの東京大賞店に登録したものの、補欠扱いで除外され、勝島オープンに出走し勝ち星を挙げて2000年の、 締めくくりとなった。バレエ表記が変わった2001年は、東京シティ杯から始動一番人気に押されるも5着に敗れる。2戦目に、佐賀競馬場で行われた佐賀記念に遠征。この競争11着後に、クッケンエンが判明。現役を引退した。1999年のーグランプリサラブレッド系、最優秀4歳馬引退後は、種ボバとなり、 初年度3区は2005年にデビューしている。2008年4月13日に福島競馬場で行われた3歳未勝利戦をザ・ドリーム・ジュエルが制して3区が中央競馬で初勝利を挙げた。また2008年の九州ダービー栄上賞をオリオン・ザ・ナイトが制しダービー馬の父となった。2018年にタネボバを引退した。ありがとうございます。